今朝福岡市早良区の周遊館高校には緊張した面持ちの受験生が続々と集まり試験を前に受験生同士で励まし合う姿が見られました周遊館高校の入試は440人の定員に対して747人が志願していて 倍倍率は1.7となっています新型コロナの濃厚接触者や体調の悪い人は別室で受験できる対応をとっています福岡県教育委員会によると今日は101の公立高校で入試が実施されおよそ1万7100人が受験しています合格者は今月15日の午前9時に専用のウェブサイトや 学校の掲示板で発表されます。